はい、どうも皆さん、こんにちは、のぼるです。今日もゼノブレードの続きやっていきます。前回、なんだっけ。南を目指そうって言って、洞窟を抜けるところから始めて、その途中で、鉄巨神の残骸を見つけたのか。で、その鉄巨神の残骸を再起動したら、なんか、のぽん商人が来て、うんたらかんたらなって、味方全員のジョブが入れ替わっちゃいましたって感じですね。で、入れ替わった状態でしばらくやれっつって言われてるんで、今後しばらくは入れ替わった状態で行かなきゃいけないのかな？確か。ちょっと微妙にね、大変だよね、これ。入れ替わること自体はいいんだけど、頭がバグりそう。ちょっと待って、ナビゲーションしてくれないな、なんでだ。これは一別の旦いい塔のにか。向かメイうンストーリーだ。こっちにしないとダメなのか。ボドム・タスマンに新しい力を試す。何の話だ？こんな話あったっけ？ああ、ちょっと待って、やめてください。今あなたと喧嘩してる暇はないんです。とりあえずこっち、いや、めっちゃ来るじゃん。やばいやばいやばい。やめてくれやめてくれ。やめてくれよ。無茶やり。こっちだったよね、今。行くところ。うわー、なんかすげー気持ち悪いの放ってきた。こんな流れ速そうな川だけど、意外と浅いおかげで普通に渡れるんだ。泳がずに渡れると。で、こっちに行かなきゃいけないのか。なんかあそこに敵がいるのかな？ああ、なるほどね。じゃあ、あいつに試してみそるれか。で入れ替わった力を試すん慣れだ。るまでは無茶するなよ、ダンス。オッケー。ランツ？慣れるまでは無茶するなよ、ランツって。あ、今、ノアが行ったのか。びっくりした。急にこっちの心配してくれるようになったのかと思ったら、こっちっていうか。おっと、融合アーツ。クラスアーツとマスターアーツ。対になるアーツが使えるようになると、両方の能力を融合す。何それ。融合アーツを使うと、アーツ同士でキャンセル攻撃ができます。なるほど。ちょ待って、溜まってる時に言ってよ、それ。しばらく溜まるまでは待機か。てかさ、よく考えたらあれだよね。この状態で、今、ミオを使ったらめっちゃ、こうやるの？こう。ああ、なるほどね。この状態で今ミオを使ったらさ、めっちゃアーツが溜まりやすい状態のソードファイターを使えるってこと？だよね、きっとね。お？それめっちゃ強くね？よく考えたら。そうではないのか。そうではなくなってる。でもさっき、ノア使った時もそうはなってなかったよね。あれ？謎だな。ミケベオスがとアどグうネなっスてるで。時みたいに機敏に動けていた気がする。あんなに使いこなせるなんて驚いちゃった。おミオ互いもやすろ。ごかったよ。もう少し練習すれば君 よこりいつ上ら。達するかも。あんま実感なかったけど、ウロボロスってすげえんだな。だな。こいつら敵同士だったのにめっちゃ仲良くしてるやん。いや、いいこロッとだクけど。されてたアイコンのゲージが溜まってるよ。おお。私も共に戦い、経験を蓄積すれば他のメンバーのクラスも扱えるようにななるるほど。ということか。いろいろと検証したいところだが、同じ場所にとどまり続けるのは危険だな。ああ。そんじゃ、早いとこ南を目指そうそうぜ。ね。目的地は南だったもんね。戦闘でクラス経験値を獲得するとクラスランクが上がります。無ポンコインでも上げれるんだ。どのクラスでもアーツを1個は最初からマスターしていますが。なるほどね。うわー、そういう感じ。メニューキャラクタークラス ZR を押すと、選択中のクラスの特徴。ランクを上げたいときにマスターできるアーツ。上げたときにマスターできるアーツ。それは見たね。そうね、書いてあるよね。
うん。コマ。あ、コマってそういうことか。うん。操作の難易度。あー。操作の難易度。はあ。キャラクターとクラスの相性も5段階で記されます。相性がいい。あー、相性とかもやっぱあるんだ。スタンスアーツ、ちょっと一旦普通にみんな最初使ってたクラスで行こうかなと思ってたけど、これはあれなのか。じゃあソードファイターにもし戻しちゃった場合、あー、もうマックスなんだそもそもが。あ、じゃあ変えといた方がいいね、むしろ。あー、じゃあ一旦このままで行くべきなんだ。なるほどね。深っ。深すぎるだろ。ちなみにこれってさ、キャラの格好は変えれないの？確かあるよね。なんか、見た目装備みたいなの。なんで変えれないんだろう。わかんないな。まあ、いっか。今度変えよう。で、こっちが目的地だ。あ、ムービー始まるかと思ったら、マップ移動しただけかっていうか、これ砂漠じゃん。さっきの、あいつがいる方に来ちゃった。たんだ。てか移動してる方向がバレてる。ちょっと止まってくれ。なんだ急に。この先のルートについて提案がある。提案？今ハモった。ざっくり言って西と東。僕は西側ルートを提案する。ああ。西側はアグヌスのコロニー支配域になってる。いくつかの部隊が展開していて少々危険かもしれないが、南下するには最短ルートだ。東側はどうなんだ？東側は現在どこのコロニーの支配域にもなっている。じゃあ東の方がよくね。西側よりかなり時間がかかる。時間かかるんだ。ちょっと待て、わざわざ危ない方を選ぶのか。その焦った旅でもないでしょ。かもしれないと言っただけだ。規模はそこまでじゃない。アグヌスの部隊展開してるんだろう。ああ。なのに行くってのか？その方が効率はいいと言っている。効率って。ちょっと切れてんのこいつ。効率は大事じゃないかな。時間かかるよりかからない方がいいと思う。な。ねえ。まあそれは。そう。ひょっとして二人とも余計な気使ってない？いや、そういうわけでは。東寄りのルートの方が安全なんでしょ？おかしいじゃない、安全な方を選ばないなんて。だから時間が。ほら、気遣ってる。それだけじゃないんだ。東には荒野が広がっている。暑さが尋常じゃないんだ。それはダメだよ、ミオちゃん。なんでこんなに。みんなの安全の方が大事でしょ。ノアはどうなんだよ。ん？俺は余計な気使ってる。誰に気使ってんの？眺めんな。俺も安全な方を取りたいかな。暑さなら我慢すればなんとかこれで4対2だな。めちゃくちゃだ。体温、セナ、お願い。何、ミオは分かった。暑さに弱いとかあんのかな。元気出して出発。なんかそんな感じ。気使ってるって。
ちょっと謎だな。普通安全なルート選ぶもんね。急いでるわけでもないし、まあ早く着いた方がいいのは確かだけど、まあとりあえず目指すか。遠800m。まあゼノブレイドあるあるか。まあまた探索しながら、ちょっと何かあったらって感じで一旦カットかな。あ、何かあったらとか言ってたら早速なんかあった。あれはでもさ、どっちを加担す、なんかどっちも倒すんじゃないの。あ、そういうことか。ノポンコインがもらえるならノポンコイン。あ、でも報酬も、どっちがいいんだろう、わかんない。とりあえず弱い方に加担してみるか。さあ、ちなみにこれは、あれ、さっきのノアの時はじゃあなんでアーツが溜まりやすい状態じゃなかったんだろう。わかんないけど、まあいいや。一旦ちょっとミオの合体技も使ってみたい。使ってみたいけど、一回アーツを使った後に使った方がいいんだよね、これ多分ね。だから一旦後ろからぶっ刺した後にこうこうか。待って、めっちゃ死んでない？なんか強くない？あ、待って、側面でやり忘れた。しまった。ちょっと待って、一回これやるか。あ、でも641も入るようになってる。待って、まずい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 。あ、しかも背面特攻し忘れた。ちょっと待って、焦ってる。一旦落ち着け。落ち着いていこう。ちょっと、キャラ変えるか。ノアにしよう。あ、やっぱ、溜まりやすさも変わるんだ。あー、死んでる。起きて、起きてと思ったけど、起こせないんだったな。忘れてた。やばい、待って、死にかけてる。みんな死にかけてる。やばい。やばい、やばい。助けれたのに今。やらかしたー。あぶねえ。ギリギリじゃん。あぶねえわ、マジで。なんとか勝った。こんな死にかける？強いな。マジか。どうしような。ちょっと誰か別のキャラ使おうかな。ユウに使ってみるか。多分、ユウにも、今、アーツが溜まりやすい状態になってると思うんで、ちょっとユウにで目的地目指そっかな。まあ、ナビはこっちっつってるから、ちょっと、ナビ通りに従っていこうかな。ちょ、一回こいつ倒そうぜ。こいつで、なんかこのコバルオンみたいな。じゃあ、ビリジオンだな。こいつでちょっと一旦試し切りしよう。っていうか、ちょっと戦っていかないといけないからな。戦わずに、ちゃんと戦わっていかないと経験値もらえないんだよな、全然。あそこでゼノブレー DE で思い知らされたから、ちょっとさすがにね、イージーモードにはしたくないよ今度は。ゼノブレ2とかは確か普通にやったと思うけど、まあでも問題なく勝てそうか。そうね、勝てそう。何これ、今なんか吐き出してなかったこいつ、よだれみたいなの。のせてか、あれだ、アーツも変わっちゃってるから、いろいろ変えたいな。まあそんな感じで目的地目指していきますと。カットン。さあ、残り 500m ぐらいのとこに来ましたね。で、なんかすっごい人が死んでしまっている場所があるんだけど、こいつにやられたのかな？こいつにやられたんだろうな、きっとな。いや、違うか。普通にやり合ったのか？普通に、ケベスとアグネスでやり合ったっぽい感じだな。これどっちの死体もあるもんね。悲しいな。ちょっと、これは全員、送ってあげたいんで、ちょっとこいつを一回倒したいんだけど、強いか、こいつ。ちょっと、ヘイ使ってる人たちのところで回避アップはやってあげた方がいいんだろうな、ちょっとな、これもな。で、ノアが結構すぐ死んじゃうんで、ノアをなるべく回避ダウンさせて、回避ダウンじゃない。
ノアに回復アップをつけてあげたいところなんだよね。ただこいつはそんなに強くなさそうか。多分サスタンが入ったけど、まあここら辺で、いやダメだ、範囲が狭いな。まあとりあえず回復だけしといて、で融合アーツ、あーちょっとどうせならアーツ使ってそっから OK キャンセル入って、さらにここにつなげていくと。おお、いやでも今最後のあれ必殺技の方はあれだね、キャンセルで出せなかったから、もうちょっとキャンセルで出せるようにならないかな。いや忙しいマジでこのゲーム。ただ今のところなんかユーニか体温を使うのが安定策なのかなっていう思いはある。あ、ライジンまで行ったか。今自分がスタンしなきゃいけないかなと思ったけど、やってくれた。お、撃破、撃破入って、これで送ってあげられるか。まだいけな、まだ控えるわ。こいつらをちょっとちょちょいと蹴散らして送ってあげたいところ。あーミスター、このね戦闘中に急にスローになったりするエフェクトがあるせいで、あのアーツのキャンセルとかのタイミングがずれちゃうんだよね。ちょっとねそこだけ不便。さあちょっと融合アーツ出してみるか。でこっから回復につなげていって、回復のダメだ、今キャンセルできなかったな。ちょっとノアがまた死にそうだから、ここで、あー回避範囲回避つけようかと思ったけど、そこまでではないと。でこれは、あ、2人でやるんだ、人が多いから。で送ってあげましたと。いやーこんな感じで多分道中にいっぱい遺体があるんだろうな。こんな感じでここに来るまでにももうすでに一人亡くなってる方がいたんで送ってきたんだけど、何これ、コマ、何これ、こいつどうなってる。水とか言ってるけど、ちょ、どこが顔？あ、ランツ側が顔か。水が欲しいんだ。飲めるものなんなら何でもいい。しょんべんでもええんか。おだ、生き倒れの証人。ああ、ちょっとやってあげるか、じゃあ。なんかある？グラブド。これでいいのか。うわ、出たこれ。あったね、こんなの。懐かしい。これなんだっけ、あれでみ、あれでやった記憶あるわ。なんだったっけ、思い出せない。ゼノブレ2の DLC のやつでこういうのがあったんだよね。地味にめんどくさいんだあれ。あー、よかった、こっち回ってきて。おい、お前に用はねえんだ、送ってあげたかっただけなんだ。みんな遠い、みんな遠いから、ここで回避アップをつけてあげて、おお、どっか行っちゃった。まあ、これぐらいのやつなら別にそこまでちゃんとしてあげなくても倒せるか。あ、しまった。融合出せばよかった。ミスったけど。ちょ、ランツがなんかボーリングしてんだよな。勝手に。まあ、勝てるでしょ。オッケー、送ってあげよう。これはノアがやるのか。で送ってあげると。さあ問題はあいつをどうやって起こすかだな。結構今拾ってきたものあるけど、これこの中にはないか。ないな。ちょ、めんどくさこいつ、マジかよ。ちなみに予定変更だ、予定変更だ。これのクエストをさらに切り替えたいんだけど、あ、こっちからやるしかないのか。ちょっとめんどくさいけど、どれだ、これか。アクティブにする。これで、うわ、ダメだ。こいつにしか、あれ向かないわ。ごめん。
生き倒れてくれ。あ、待って、でもこれ、なんか買い物できるんか？この機械も気になるしな。ちょっと集めるか、もう。ちょっと集めるわ、なんか、何かしら、いろいろ。さあ、目に入ったもんは大体かっぱらってきたけど、これ足りるかな？なんもねえ。どこでどれ手に入るかなんてわかんねえよ。どこで手に入れたかももう覚えてないっての。まあ、ちょっともうこいつ諦めるか一回。諦めて普通にストーリー進めようかな。なんか承認っぽかったけど。いや、大事かな。いや、でも、どこで手に入るかわかんない以上、どうしようもないんだよな。正直、何こいつ。何してんの？どこでどれか手に入るかわかんないんだもん。ここら辺ずっとキラボシ大根しかないし。まあ、しゃあない。離れよう。なんどこで手に入れたんだろうな。ちょっと無理だわ、あれは。普通にストーリー進めよう。ってわけでまた、こっち、ナビかこっちって言ってるから、ちょっとこのナビ通りではないけど、ナビに従って行くんで、あと300メートルくらいか。また何かあるまで、カットでーす。さあ、そんなわけで、残り100メートル、すぐそこまで来ましたね。いろいろ、道中のアイテムとか手に入れたけど、あいつが、さっきのやつが好きそうなものてか欲しがってるものは特に見当たらなかったな。てか広ここのマップ眩しいし、なんか浮いてなかった今。でちゃんと全員いる？あ、やっぱり妙苦手なんか暑いの。もうダメ、真っ白だもんな。確かに暑いっちゃ暑いが、そんなか。ミオは暑いのも暑いものも苦手なんだ。だから言ったのに。そんなになんだ。やばい、みんなが汚れまみれになってきちゃってる。あ、しんどそう、耳倒れてる。俺も少ししんどくなってきた。どこか休めるところでもあれば。あんな風に倒れるの耳。ミオちゃん、水だよ、オアシスだよ。あれ？水。耳が。耳正面向いてない。あ、本当だ。水。耳がすごい。そんなに元気あったんかい？なんだよ、結構元気じゃねえか。元気になったのなら何よりだが、蜃気楼じゃなきゃいいけど。大丈夫かね。もうあのノポンここ連れてこようぜ。もう担いでなんとかなるだろう。水が欲しいんだろう。一番なんかあんなアイテムたちよりよっぽど水じゃん、これの方が。ミオ大丈夫？さあ、ミオの心配をしているが、希望が見えたからなんとかなると思う。本当にミオ大好きやんの。もうなんかそんな感じがもうめちゃめちゃ伝わってくるけど、まあでもゼノブレ1と違ってもういきなり出来上がってる状態ではないんだね。果たしてくっつくのかもよくわかんないけど。さあ、休息地まで到着と。いかん無視しすぎね。わあ、全部脱いでる。あ、水入ってるわ。飲める水なのかは知らないけど、全員入るやん。さてと、じゃあ俺もランツも。せっかくだからな。うわ、ボキボキ乗ってる。こわ、やばい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 。危な。やばいやばい。死んじゃう死んじゃう。てかこの二人何なんか使う戦闘で使えるのかな。どの道ずぶ濡れなんだから大して変わんねえだろ。変わるとか変わらねえとかそういうんじゃねえ。めっちゃ怒ってる。耳どこ？あ、一応普通に耳あんのか。
まあ、あれだもんね。何族って言うんだっけ。あ、忘れちゃう。ハイエンターだ。体温は行かないのか。僕にはやることがある。やること？今そっちに送る。地図。地形局のな。この辺りは消滅現象がよく起こる。消滅現象。あ、一番最初に見たやつだ。そうそうそう、これ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 。どこに消えてってるんだろう。見ろ。人が巻き込まれることもあるのかな。あ、だから浮いてたのか。え、でも上側の部分崩れないの。どうせならより安全なルートを進みたい。慎重なんだな。それが役目だ。助かるよ。いやまあちょっとずつ体温も変わってくれればいいけどな、これで。あ、行ったのはもう消滅現象って何なんだろう。あ、綺麗になったか。あー、気持ちよかった。みよ、体調はどう。湖で涼めたからすごく楽になったよ。よかった。動いたら腹が減ったな。まだ携帯香料の残りがあったはずだ。少し休んでから。一応食うとかっていう概念もあるんだ。物を食べるみたいな。随分と悠長な旅になりそうだな。お前もオアシスで休むことには同意しただろ。休息とルート確認を行うために必要だと判断したからだ。じゃあお前も泳いで少しは頭を冷やしてくれればよかったのに。いくら見晴らしの効く砂漠の真ん中とはいえ、見張りもないのはいささか無防備すぎる。お、絶対こいつ、それが俺の役目だみたいなこと言うだけじゃん。セリフが入ってたらもっとなんかタジタジだったんだろうな。太陽、砂漠を抜けるルートを聞かせてくれないか。ここから南下して、まずはリビ平原に出たい。またいっぱい歩くことになりそうだね。ずっと荒野を歩くってなら今日はここで野営しよう。まあ確かに。うん、そうだよね。ここに来るまでほぼ2キロぐらい。まあでも2キロって言ったらそんなでもないか。まあでも暑さのことを考えたら2キロぶっ通しで歩いてたのも結構辛いのも。辛いか。戦ってるしな。あ、そうじゃん。作ってくれるんじゃん。食材を探しに行ってた。え、なんかいっぱい持ってきたんじゃないの。あー、なるほど。そんなの作れるの。そんな美味しいの作れるんだ。肌。長えそんなかかんの。エネルギーになれば何でもいいという思考ですもん。まあ、お、ノアは、どういうことに対しても合理的だな。マナ治って伝えたいのならこれだけは先に言っておく。味見はマナ長するですもん。絶対しちゃダメですもん。なんで？食い手だけか。それで、リクとマナナの得意料理。おーおー。本当にオーダーじゃん。ウィムシュ。なるほどね。それも昔あったね。2からか。光がろくなもん作んねえんだよ。休息ポイントの中には食堂がある場所があります。食堂。あー、なるほど。うわ、何あいつ。やばそう。そんなんはいいや。飯食おうぜ。マナナのお手製アセンスープか。うまそうだ
はい、やろうぜ料理。何ができるかな。やっぱこういうとこで食うもんっつったらカレーか。普通にスープだ。星型に切ってるし。え、ちょっと見てみたいんだけど、この写真。長押しで料理。トン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 。おー、シチューか。2時間煮込んだんだ、これ。バンバラン。わー、ありがてえ。それはでも、時間制限ついてるよね。昔のままだったらそうだな。ふう、食った食った。久しぶりに腹に溜まる量だ。ごちそうさま。すごく美味しかったよ、マナーな。野営でこんなに本格的な料理が作れるなんてすごいな。え、変ですもん。マナナは私たちと一緒に戦場に持っててくれて、兵士のために料理を作ってくれていたの。優しい。精神的に不安定になりやすい前線では士気を維持するのに何役も買っていたと思う。そうだよね。うまい飯あったら。まだ睨み合ってんじゃん。いろんな食材と出会えるので、まだナミオさんたちと一緒にいるのは楽しいですもん。新しい料理や食材に出会えば、もっともっとレパートリーを増やせる。へえ。サポート全般何でもやってた。嘘つけよ、お前。今でも何もやってねえじゃん。リクもすごいんだね。今のところお前が役立ってるの見てないぞ。コロニーで補給ができなくなった以上、自分たちで強化が図れるのなら重宝するな。リクの凄技、見たいもん。ああ、見たい。今は。張り通すぞ、お前。燃やせ、燃やせ。リクでなんか料理作ろうぜ。あれだけ引っ張っておいて、それはねえだろ。急にやれと言われたって無理も。でも作るのには、それ相応の素材を集める必要がある。なあ、リク。もこれまで整備はリクに頼りっぱなしだったけど、これからの旅を考えると俺たちもブレイトの強化方法を覚えておいた方がいいと思う。賛成だ。そんな一朝一夕で覚えられるものじゃないもん。そりゃね、ブレイドしか使えないしね、この人たち。武器って言ったら全部ブレイドになっちゃうから。珍しいよね、 RPG というか、まあこういうこの手のゲームで武器が変わらないっていうの。ジェムクラフトのやり方教えてくれるか。眼球。おお、急に暗い。料理には戦闘終了時に得られる経験値やゴールドを上昇させたり、コレクションアイテムの獲得数を増やしたりする効果がありますというわけで、にらみつける眼球はどれ？どこにいるんだ？あっちか。結構遠いな。うわ、やっぱあいつ強え。51レベルもある。あれだな。過去作で言う、なんだっけ、T-Rex じゃなくて、そんなような名前のやつだよな。ここら辺か？あー、めんどくさい。見つかった。やるか、もう。一旦やろう。ちょっとなぁ、そろそろ、ユーニ以外も使いたいんだけど、やっぱユーニ使わないと安定しないんだよねっていう部分もあるから、なんとも言えないんだけど、とりあえずこの人たちを回避アップに入れてあげて、こっち狙うか。こっち攻撃してくれ。さあ、表しして、回復して、セナが死ぬ、セナが死ぬ、今度はセナが死ぬ。ちょっと待って、まずいぞ。セナが死ぬぞ、マジで。回復が間に合わない。回復が間に合わない。回復が間に合わないって。回復が間に合わない。早く回復しよ。早く回復してくれ。で、ユーニーに戻して。ユーニーも回復。あー、間に合わなかった。死んでる。助けてくれた。さ、このまま回避アップも入れといてあげて。ちょっと待って、早く溜まってくれ。必殺技。あ、溜まってくれ。必殺技か、回復。あ、回復。溜まってくれよ、頼むから。あー、来た、溜まった。はい。危ねえ、間に合ったか？体温が死んでるか。体温が死んでるのはまずい。
体温が死んでるのはまずくて、助け起こして。起こせるのは体温とユーニだけだから、その二人が死ぬとまずいんです。さあ、ただ依然危ない状況は続いていて、一旦回復して、一旦回復してノアの近くで回避アップを出すと。 OK。 俺が死んでるし、いつの間に気づかなかった。サマー起こしてもらって、ちょっと待って、カメラ枠ミスった。さあ、これは倒せるか。 OK、 倒せた。結構ギリギリだな、本当に。何あのハブネーク。お、ムービーが入った。まあ、セリフはないだろうけど。こいつか。こいつの目ん玉がいるんか。食後の運動としちゃちょうどいいくらいだろう。食後1、2時間は運動しない方がいいぞ。行くぜ。まあ、やるしかないか。こいつの眼球、うわ、結構つぶらな瞳してる。キモ。なんでこんな気持ち悪いの。しかもなんかエラ呼吸っぽくね。やば、強っ。待てよ、よく見たら強い。いや、しかもいつもの癖で、癖でっていうかノアのことの癖で側面に速攻入っていっちゃった。さあ、スターンまで入れてくれた。でかいでかいでかい。でこれはちょっとこうして、こうして、ああ全部できたか。びっくりした。あ、全部のアートをキャンセルで使っていって、何今の範囲攻撃痛いよ。こっちがやっぱり狙われてるから、ここで回避アップを積んであげて、あー、どうしようかな。これ一旦我慢、一旦我慢だな。次の回避アップが出るまで我慢。え、めっちゃ回避してくるじゃん。はっ、なに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 、あ、びっくりした。負け火かよ。あいつに食前の運動、びっくりした。え、急に何。目を見に近づくのは危ねえし、遠距離から攻撃を繰り返した方がいい。どちらも暗部相手では効率の悪い作戦だ。なんだそれ、どういうこと。チェインアタック、あ、急に来た。チェインアタックアパーティ、やっとか。長かったな、チェインアタックまで。コンボ、アーツのキャンセル、ロールアクトを実行するとチェインゲージが溜まっていきます。ゲージが満タンの時にプラス。そうだよね、今まではそうだった。ただ、ちょっと待って。一旦ね、一旦準備を整えないといけないから、ここで、キャンセル、アーツいろいろ。おい、お前ら下がんな。結局、ここに誰もいないじゃん。さあ、このまま一旦こっちのアーツを使えば、あ、たまんねえか、マジか。待って、死ぬなよ、マジで。死なないでくれ。さあ、頼む。あー、キャンセルできんかった。あ、たまった。オッケー。おー、かっこいい。え、なに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 。チェーンアタックを開始すると、オーダーが3つ提示されます。オーダー達成時に獲得できるコンプリートボーナスを見比べて、誰のオーダーに従ってチェーンアタックをするか決めましょう。は？コンプリートボーナスが急に出しても、コンプリートボーナスが何か知らねえんだよ。誰のオーダーに従うか決める。ブレイブアサルト、アドバンスフェザー、爆裂進撃。気に入ったわ。爆裂進撃する。それにすると思ってた。なんかバカみたいじゃん俺が。パーティーメンバーがを選んでアーツで攻撃しましょう。え、うわー、何がいいんだろうね。誰がいいとかあるんだろうな、きっと。なんか光ってるのがいいのかな。光ってるのと光ってないのとあるな。光ってるのが良さそうな感じがする。まあ一旦ノアかな。 TP ってなんだ、何そのアーケードゲームみたいな。パーティーメンバーを選んでアーツをアース攻撃をすると、キャラクターごとに異なる TP タクティカルポイントを獲得できます。タクティカルポイントを 100% 以上にするとオーダー達成です。オーダーと同じ勢力や同じロールなど。なるほどね。はあ、はあははあ、今回はロールや同じ勢力、オーダーと同じ勢力ってなんだよくわかんねえ。
オーダーを実行するロールごとに条件を達成できます。はあ、最初にアタッカーで攻撃するとファーストポイント、ヒーラーで攻撃した場合 TP が99を超えません。ベストリターナー、ディフェンダーでオーダーを達成すると TP が一番高いキャラクターが復活します。もう一回攻撃できるようになるよってこと。 TP を 100% まで貯めてオーダーを達成しましょう。何を言い出してるんだ、さっぱりわからない。とりあえずヒーラーをじゃあ先に攻撃しといた方が良さそうな感じか、そんな気がするから、一旦、まあでも光ってんの選んできゃとりあえずいいんじゃないのか、違うのか。99いった。ここでミオで終わらせる。これで終わるんじゃないの。おで最後に爆裂進撃。なるほど、ここにあれか、タイミングよくビオスみたいなのあるのか。こう、あーなるほどね。んオーダーを達成するとチェーンアーツが発動して強力な一撃を与え、チェーンアタックのワンセットが終了します。はあ、なるほどね。もう一回同じことができるようになるよっていう。コンプリートボーナスがいっぱいある。あーなるほど、なるほどなるほどなるほど。じゃあ今度はランツで、あなるほどね、残りがもうこんだけしかないのか。じゃあ 100% までいけないよっていう、どっちみち2回目は 100% まではいけないよっていうことなのかな。これちなみに側面だから側面特攻とかはないのかな。昔ならあったんだけど、昔というかディフィニティブエディション1の時代ならあったんだけど、なさそうな感じだな。これで終わりか。あ 100% いったわ。でも取り届いた。えめっちゃ強くない、簡単にこんな簡単に火力出せちゃっていいの。めっちゃ強いし、クール。クールってことはでもまだ下手くそなのか。え、まだできんの？どうしような、どうしようどうしようどうしよう。強くない？めっちゃ。今度は、あーこれでもこれ以上はさすがに続けられないってことになるわけ。なるほど。2万。なんかこのヒントの画面でさ、俺のダメージ超えてこないでくれる？ちょっとへこむから。チェーンゲージを全て使い切るか、行動可能なパーティーメンバーがいなくなったタイミングでチェーンアタックが終了。はん、じゃあもっといけたんだ多分。へえー、なるほどね、面白。待って、死ぬんだけど。体温、体温もうちょっときつそうか。ユーニに戻す、ユーニに戻して一旦回復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 。危ねえ、間に合った、なんとか間に合ったけどノアが死んねえ。あ間違えた。あただスタンまで行ってライジングまで行ってくれた、助かる。ちょ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 、邪魔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 、しっぽ邪魔だって、しっぽ。さあスタンが終わったぐらいにうまいこと回避アップを合わせていくと。あしまった、今行けばよかった、あの必殺技まで。さあこのまま回復も使って、攻撃ダウンとか入れられてんな、厄介だな。これあ終わった、全然体力見てなかった、意外と大したことなかった。すごい、うまくいったね、連携。うまくいったのかな？まあまあの敵になったもん。けど、ノアたちの力は、まだまだそんなものじゃない気がする。練習すれば、もっともっと強い連携技を出せる。だよ、偉そうに。本当だよ。私たちが一緒に旅をし始めてから、日も浅いし、
ちょっとずつお互いの戦い方を覚えていけばいいんじゃないかな。ま、とりあえずリクの欲しがってたもんは手に入ったんだ。オアシスに戻ろう。きっと、ウロボロス状態でチェーンアタックしたらもっとやばいんだろうな。戻ってくれないの？ちなみに、あ、ちょっと待って、セリフ聞きたい。そうね、練習しなきゃね。おお、2回目。ごめん、あ、決まった。おい、また邪魔してきた。セリフ聞いてんだ、こっちは。まあいいや、ちょっと無視して。何あれ、なんか光ってる。まあ、一回キャンプに戻ろう。一回キャンプに戻った後にあれを調べよう。ここはセリフはないか。それじゃあ、興味津々で仕方ない。ノアたちのジェムクラフトを教えてやる。ジェムストーンが必要。まあそうだよね。まあでもそれはいっぱい持ってる。今回はリクが持ってるからそれを使う。ありがとう。リク気が利いてるな。もっと早いことやってる。あとはリクの持ってる装置を使う。そんなでかい装置持ってんの？うわ。これ二人一組でやるやつ？ジェムストーンをセット。それをベースに集めた素材を投入して加工する。そして最後に装備する。なるほどね。やろう。二人一組かな。休憩ポイントの一部ではアイテムを使ってジムクラフトができます。完成したジムをキャラクターに装備すると戦闘時に有利になるので積極的に作りましょう。はい。鋼の肉体。こっからやるのか。いいね。なるほど。憧れるぜ。ここの？ちなみにどんな感じなんだろう。鋼の肉体1。なんでやねん。別にもっと好きなのを作らせてや。よし、できたぜ。で、あー、どう、なるほどね。1個作ると次2レベルが作れるみたいな感じなんだ。モンハンでいうワールドの頃の守りみたいな感じか。5石。これで完成。なるほどね。ずいぶん手間取ったな。整備が設備が整っていた頃にと同じようにできると思ったら大間違いも。けど容量はつかめたし、次に作るときはもっと早くできるんじゃないかな。早速つけてみる。ちなみに鋼の体ってどういうやつだった？あ、三つ。ああ、そこは一緒なんだ。つけようぜ。ジェムの装備やキャラクター単体で行います。なんかパーティースキルなんてのが追加されてるけど。ジェム。さあ、ここに？ステータスアップなのかな？基本的には。あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。これも20レベルで2個目がつけれるようになるのか。昔はジェムの量多かったけど、今は減ったんだね。うん、明日にしよう。というか、いっぱい作ろう。人数分作んないと。ただ、ゴンザレス。新しい素材を見つけたら、一緒にジェムを作ってやる。マナナだって、食材があればいろんな料理が作れる。おう。いや、めっちゃ空綺麗だな、よく見たら。なんだよ、その目は。日の出前に出発すれば少しは体力の消耗も軽減できるだろう。そうね、どっちかって言ったら夜歩いた方がいいかもね。日の出前とは。そうだね。そのジャケットも脱いどきな。声はあと半分ほどの距離まで来ている。ただあいつが来るよな、ミカサが。リビ平原まで頑張ろう。ちょっとジェム作りたーい。クエストクリアー。あ、経験値もらえるんだ。おお、なんだなんだなんだ。え、あ、びっくりした。なくなったかと思った。ジェム作りたーい。ちょっとジェム作らせて。腹減った。なんか食べ物は。さっき食っただろう。とりあえずクリーニングして。これでよしと。でよ、ジェムクラフト。
素早さ、攻撃、回復、HP。あ、結構でもいっぱいあんな。オートアタックの発生間隔が短くなるはやばいな。これもやばいな。あ、全部やばい。あ、全部やばい。ジェムストーンでも13個しかないから、ちょっと、いろいろ考えてつけないとな。非ダメージ、攻撃力の 80% のダメージ。あー、5つ目ね。なるほど。どうしたもんかね。敵に付与した。いや、ここでしょ、どう考えても。あ、コインでも作れるの？もうポンコイン強っ。役立つものができたな。ダークフィッシュの化石。それは持ってないな。こっちも作っとこう。役立つものができた。うわー、全然ないな。グロックの暴走薬。意外とない。のポンコインも17枚しかないしな。あんまり使わない方が良さそう。ちょっと、とりあえず、オートアタック。オートアタック系は全部あれだな。出発しよう。アグネス、もうどっちがどっちかすぐ分かんなくなる。アグネス兵だと思う。アグネス兵に使わないとダメだよね。とりあえずどうしようかな。まあ確率で2回。あ、でもどうだろう。ミオにはミオにはつけなくていいか。ミオって言おうとしたらニオって言っちゃったわ。多分マイク越しだとそんな変わんなかったけど。どうしような。今ソードファイターだもんね。まあいっか、とりあえずつけとけば。あ、え、え、1個つけただけでみんなつけれるんかい。やばっ。マジか。2個作る必要はないんだ。何それ。神じゃん。神だ。とりあえず受けといて。まあ今日はここまでにしよっかな。長い、だいぶ長いことやっちゃったから。1時間半も経ってるわ。ちょっと待って、それ登りたい。オッケー。それ何？これ何？どのかけら正方形。あ、何かある。あー、あれあれだ。エーテルが出てる場所だ。さあ、まああれ回収して今日は終わりかな。化石とかここら辺結構落ちてるから、どっかで手に入るかもな。オッケー、3まで行ったと。お、4まで行った。やったね。てなわけで、今日はここまでで終わります。さよなら。